こんにちは、スイカです。中先輩、パート135、そして残り18匹選んでいきます。今回使用するパーティーはチリン、腕っぽ、毒キール、ハリボーグ、コンパン、ポッチャマ、可愛らしいメンツになりましたね。地面の一環がすごいひどいですけど、ハリボーグでなんとかしなさいということでしょうか。やっていきます。ユウさん対戦よろしくお願いします。選出はですね、腕っぽ、ポッチャマ、チリンのこの3匹でやっていきます。作戦としましては、おそらく先発、月光かとかかなはわからないですけど、とりあえず、腕っぽを先発から投げて、で、そっから、まあ、不利な相手が出てきたら、チリンに戻して、そっからチリンに取り組む展開して、再度、腕っぽで、どうにかやっていこうっていう感じで、で、ストッパーとして、一応ポッチャマを用意しているっていう感じであります。持ち物は腕っぽこだわりメガネ、で、チリンが回復機のみ、ポッチャマが、極め助けとなっております。ちょっとね、戦なんで、ここは水に立って、水の肌なんて、飲みます。どれぐらい入るかな、クレッフィーに対して。多分、先発から来るクレッフィーって、紙張り型だと思うんですよね。それに対してどれぐらい入るのか。あー、まあ悪くはないですね。さあ、ここはまあ、さすがにあれかな、紙張って退場っていう感じでしょうか。わからないですけど。まあそうですね。ちょっと、モンスターエナジー全然飲めん、あかへん。ちょっと待って。ええー、いいね。あーうめえ、交代しましょうかね、ここは。ここね、やるべきことっていうのが、壁ターン稼ぎたいんですよ。大事なのここ、リフレクターばらまいてくるか、イカサワしてくるのかな。うちのバーってあんまぶちアタッカーいませんからね。してきました。さあ、ちょっとね、非常に、なんやろうね、やっぱ、マラソンとかでもさ、後半一番しんどくないですか。中先輩ね、中盤の方は結構モチベーション高かったんですけど、やっぱ終わりに近づくにつれて、いや、いざね、終わりが見えてきたり、モチベーションなくなるんですよね。わかる、こういうの。ここ真ん中工程見てトリックルームします。理解者欲しいな。あ、これは結構余裕ができますね。全然動かし、しかも。ここも一回トリックルームでいいと思います。まあ、なので、頑張ります。なんでこんなにさ、喋りがダサいかっていうと、抽選パね、ここまで来ると喋ることなんもなくなってくるのよね。一日にさ、なんか3本ぐらい、動画撮影するんですけど、全然動かへんけど、ようやく動いた。まあ、ここまで、まあ逆に捉えたら、ここまで来たってことは、まあ、壁ターンをある程度稼げたっていう、そういう認識でいいかもしれませんね。ここトリックルームで。で、この次のターンぐらいでちょうど壁張りが切れるので、あ、これトリックルームをして、次シャドーボール、あたり打ったターンぐらいで、トリックルームが解けるので、まあ、それで壁を壊しつつ、後ろのポケモンに突き刺さるような感じになるんじゃないかなっていう狙いでございます。頼むぞ！え？てか相手相手なんか交代してく、まあ、結果としてさ、電磁波バグとかで、もうこれ逆にだるいねんだ、また、ちたまたなかね、これ。ここどうしよっかな。もう、対象でいいかな。もうしゃあないよね、ここまで来たら。これも、そうね。シャドウボール退場させるしかなくないですか、もう俺も。これに関してはもうね、麻痺バグが悪いとしか言えないな、俺も。もうこれでもかっていうぐらい動かないから、まあもうこれもね、ベーマンダ出てくるけど、これはもう凍らせるぐらいしかないかな。だってもうイカ様ね、まあ別にこれはいいねんけどさ、イカ様でちまちま削られるし、後ろのポケモンもね、あんまりイカ様とかでダメージ入れたくなかったんで、もうこれに関してはもうしゃあないんじゃないかな。さあ、こっからですね。
後ろは多分棒、ルカリオ後ろもしかしてこれ。ルカリオにしてもやんな。バシャーマイタここ守るで解決やから。誰マジで後ろ。月光がでもないよな。あら、タスキは行きましたね。逆にこの急所逆にでかかった説はあるかもしれん。さあ、まあ一応これで腕っぽうの、アクアジェット圏内まで持っていくことができたので、ここはもうおとなしく、腕っぽうでいいんじゃないですかね。あっちはこいつじゃない。まあ、こっちはアクアジェット持ってないんで、こっちでいいでしょう。ただ問題はここでさ、ボーマンダとかに交代されたら、元も子もないよって話なんですよね。あや、持ち物持ち物さ、こいつ腕っぽう、こだわりメガニやからさ、それがどこまで刺さるの？マッパパンチ？お前、急所耐えんのか？やるな。よく麻痺バグせずに、動いてくれたわ、ここ。動かんが、麻痺やったからな、ここ。なんでボーマンダか出さんかったんやろ。もう死に出しでよかった気がするけど。これはもうね、仕方ないにやることないんで、ここはもうおとなしくアクアジェットで退場するしかないです。まあ別に言うの前はね、いくら積まれたとしても、ポッチャマがもちろん気合いのたすきで、まあどちらにしても抜かせないんで、そこは好きにしてくれって感じかな。まあ強いて言うんであれば、身代わりだけやめてほしいかな。身代わりしてきたら負け。ああ。オッケー。突っ込んでくれましたね。じゃあ、あとはもう、ポッチャまで。急所かな、ここは。急所で、潰していくしかないですね、本当に。高速移動で、ね、ちょっとおしゃれなことしようにする、しように、しようとしても、壁のターンがそれ解けないんで、サート3ターンやからさ。これが残り1ターンとかやったらね、高速移動で、まあ、最速バンダじゃないことに乗って、高速移動して、レトリウムで倒すっていうムーブが考えられたんですけど、これはもう、急所当たるしかないわ。頑張れ。激珍しい。頼む！いけー！うわ、勝ったいやこれ壁がなかったら、乱数やったんやな、多分。よし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 。なるほどね。お前、凍りながら混乱するのか。いろいろと困惑されるな。耐えんのか、しかも。ここ、またドキドキタイムやんけ。動け！よし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 ！対戦、ありがとうございました。ポッチャは最強ですね。まあ、最後の最後で、こいつの活躍見れて、よかったかもしれん。ありがとうございました。先輩さん、対戦よろしくお願いします。これね、意外と毒ケイルが、刺さるかもしれへん。っていうことで、張り切ってやっていきましょう。まあ、先発は、誰から来るんやろ？エルフンから来るかな？エルフンがね、結構警戒すべきポケモンなんで、このポケモンをどうにかすれば、なんとでもなる。まあ一応、便利そうなポケモンが燃えてきましたね。まあラグラジから来ると思って、ポッチャマから出したんですけど、完全に出し負けしましたね。まあここはもうね、毒ケイルで交代します。毒ケイルは今回は、某実況者の丸パクリ型となっております。まあこれがどこまで通用するかですね。ああ、まあ、それは全然いいかな。オッケーオッケー。多分ここは一回相手突っ張ってくると思うので、で、タスキを潰しときたいので、ここは一回虫のさざめきで、いいでしょう。デンジャーって珍しい。ヘビリアミちゃうねんな。へえ。これリンプンなんてひるみませんね。さすがにこのダメージ見てさ、相手交代してくると思うんですよね。なんか有利そうな。まあ、バシャーモとか、イワプレスとかがいたら、ここは交代してきてもおかしくないので、ここは、チリンで交代します。一番来て困るのがバシャーモなんで、まあ、それの対策っていう感じで交代していきます。
これはボルトチェンジかな。まあとりあえずトリックルームから入りましょうか。これ微妙に木の実食うか怪しいな。食ってくれると嬉しいんだが。うわあ、もう待った、もうお前そういう中途半端に削るのやめてくれよほんまに。もうこれさ、交代したはいいけどさ、俺結局これバシャーボが出てきましたって、岩パレスいましたっていうオチやったら僕もなんと言えない気持ちになるからねこれ。で、普通に、こいつ浮き切れてるので、ここも鉄壁から入りましょうか。ま、さすがにここでね、唐突に出てこられても困るんで、ま、一応その辺の、保険を兼ねて、先に積んで、もう毎回しびるね、ほんとに。で、毒経理の強いところは、さっき悪のハードひるまないって言った通り、特性鱗粉っていうやつで、追加効果を発動しない特性を持っております。なので、例えば10万ボルトの麻痺とか、火炎放射の火傷とかは、この毒経路、鱗粉を装ってる以上は、状態異常とかに追加効果をしません。猫だらしとかで、ひるむこともありません。これがね、強い。てか相手、あれか、この方知らないのかな、もしかしたら。俺、この方結構毒経路って、かなり有名だと思って、割と慎重に使っていたんですけど、そんなことなさそうですね。多分相手回復技見たら、ちょろーって交代してくるパターンかもしれませんね。うん。カタクラに悪の波動ってくるあたりも多分鱗粉の特性を知らなそうやし、多分そんな感じでしょうね。知らない知らない間に、まあ、たくさん積まれるだけ積まれて、まあ、大変なことになっていくっていう感じになっておりますが、ここは一回羽休みから入りましょうかね。で、羽休み入って、相手が交代してくるタイミングで、エルフンかな？エルフンでね、アンコールされるのが一番めんどくさいんで、ここはね、安直に蝶の前連打するのは愚策になるので、おとなしくここは攻めに転じましょうか。さざめきます。相手ここで悩んだね。これは多分知らなかったんでしょう。毒経理も特防に結構熱く振ったら、ねえ、ほら、交代してきた。ね、熱く振ったら結構、特防150ぐらいだったかな、実数値。だからね、バカみたいに火力があるんですよね。一応防御力3倍になってるんで、確かね、毒経理さっきステータス確認したら、実数値90だったんですよ。で、まあ、このカレー炙りどう変わるかって感じやな。ストーンエッジ急所とかが一番だるいけど、果たして、どこまで削れるんですかね。一応ね、毒ケール弱点があって、あ、めちゃくちゃ通るね。そう、半減のね、虫技半減のポケモンとかに、遭遇したら、めっぽう弱いんですよ。ここは？あ、おーし、お前、お前、お前。これはもう、ルート入ったんちゃうか。そう、何が強いかっていうと、あ、いや、弱いかっていうと、例えば、クチートとか、メガクチート、メガ進化した状態で、鉄壁で受け切れることはできるんですけど、そっから、虫のさざめき、特攻6段階の状態、虫のさざめきが、4分の1にしか入らないんで、6分の1ぐらいしか入らなかったからダメージ。結構ダメージ入らないんですよ。で、それなんか、剣剣の前とかね、持ってるクチートとか遭遇したら負けますし、あとワンウェポンとかしかないんで、ポリゴン2とかにも弱い。自己再生連打されて、PP 切れて負けみたいな。そんな感じですね。さあ、ちょっとね、エルフンが、こいつも結構めんどくさいポケモンで、こいつね、とりあえず、アンコール、挑発はこの感じなさそうじゃないですか。挑発は多分ここないってことは、身代わり？あいつは命削ってきましたね。どれぐらい入るかな？さあ、身代わりと、ヤズドギの種が見えてきたら、ここで相手、守る持ってたら、後の残りの技構成、毒毒がコットンガードと見て間違いなさそうですね。守るがあればの話ですけど。オッケー。さすがにね、アンコール持ってるポケモンが守ると身代わりに両立することはありえないんで、これはもう、
相手さん、白ですね。多分、この毒キールを飛ばせる手段は、このポケモンないと思います。なので、ここはもう脳死で、超の前して、もう勝ちなんじゃないかな、これも。イワプレス倒したでしょ。で、エリザードもさ、あ、これ勝ちましたね。あ、これはもう、適当にパラパラ飛ばして、まあ皆さんも、まあ、毒ケールに遭遇したら、いち早く、その、毒ケールを抜群取れる相性のいいポケモンで、処理してくることが、おすすめだと、僕は思います。まあ、これはもう、やることが決まってるんで、ちょっとずつカットしていきましょうかね。ウェイありがとうございました。じゃあ、皆さんぜひ、毒ケールも、育成してみてください。リトンさん、対戦よろしくお願いします。今回の戦略としましては、相手のパーティー結構、ハリボーグが刺さっているので、今回ハリボーグが、お盆のみ原田型になっておりまして、で、それで今般で高速移動バトンを繋げてから、ハリボーグで3点を狙っていこうっていう、そのような作戦でやっていこうかなと思います。ということで、改めて対戦よろしくお願いします。危険かに、さあ、0と3桁付近の危険かにって果たして何をしてくるんですかね。まあ、ここはもう、眠り粉で。で、まあ、作戦としてはもう一回身がり張って高速移動して、で、まだ目覚めたら眠り粉なして、886? 僕の最終レート果たしてどこまで行くんですかね。非常に、ワクワクテカテカ感が強いですね。果たして0と4桁で収まるのか、はたまた0と3桁で転落して、7世代ポケモンバトル終わってしまうのかっていうところ、そこが結構気になりますよね。さあなんか何だっけ、右下のポケモン、シキジカの戦火系やんな。メブキジカや、メブキジカってレベル42で何をするんですかね。あわ、あ、かわいい、いや、かわいいけど壊れへんのかーい。小飛び出します。これは何をしてくるんや、特殊型なんかな、じゃあ。氷の息吹とか持ってる感じですかね。ああ、なるほど。さすがにこれは割れちゃいますね。今回一応今般特防素早さルッパなんですけど。まあ、急所当たっちゃったら仕方ないな。ここはもう一回もう眠り粉で。まあ、ちょっと、装飾の目吹き時間がいるとめんどくさいですけど。それはまた、後々考えましょうか。すんげえ喋ることがなくなってきた。悲しいことに。とりあえず、まあ、なんか単調な感じの試合になりそうですが。オッケー、ここで起きてくれなければ完璧。よし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 。オッケー、ようやく準備が整いましたね。さあ、ここはもうおとなしくバトンタッチで。まあ、これがね、コンパンから進化してモルフォンになったら、これにさらに超の前バトンができたりするんで、まあ、やっぱり進化後の方が強いところはありますね。ただ進化後のが強いんですけど、アブリボンがね、あ、それちょっとやばいわ。覚えるんで、そこの差別化をどうやって測っていくかっていうのを考える必要はあるのかもしれませんが、確か、アブリボンって眠り粉は覚えなかったんで、まあ、眠り粉高速移動超の前バトンは、まあ、十分に差別化点は測れてるんじゃないかなと思います。ちょっとここでポチエナに危惧してることが一個だけあって、ここに出てきたってことは、おそらくなんですけど、吠えるをしてくる可能性が、ここで浮上してきました。なので、ここはもうバカ力で、とりあえず処理をしていくルートで考えていきます。ちょっとね、これ、タスキで吠えられたらまたそれはそれで、嫌ですよね。まあ、どう、てか、ポチエナがどういう技構成してるのか、意外と素直でしたね。あ、しかも割れるんだ。ええー。まあいいでしょう。ハリボーグってこの段階で格闘タイプ入ってたっけ?入ってた気がするけど。まあいいや。とりあえず突破できましたね。で、あとは、てかもう、買ったんじゃないか。ただちょっと身代わりが剥がれちゃってる状態なんで、ここはさすがにね、コンパンで再び、バトンタッチをし直す方がいいのかもしれませんね。隠れ音か。隠れ音ならね、多分高速移動もこれで粒流なくなったんで、で、
多分、ゲケンカにもスライサー打っていなさそうな感じがあったので、ここは一回交代しまして、まあ、仮に、コンパンが倒されたとしても、一応、肉弾戦で勝てると思うんで、え？まあ、なんかよくわからないですけど、ここはね、身代わりから行きます。オッケー、まあ、こういうことがあるんでね。で、まあ、身代わり張ってしまえば、もうあとはね、まあ、寝ようが寝まいが、もうあとは、高速移動して、あ、高速移動じゃないわ。バトンして、ハリボーグで、原太鼓、全抜きで、勝ちですね。さあ、非常に、問題児だったんですけど、まあ、ここで吹雪が当たっちゃったら、目覚めてね。嫌なんですけど、眠らしたばっかりなんで、ワンチャンまだ起きない可能性が出てくる。うん。これはもらいましたね。じゃあ、原太鼓で。これさすがにバカ力で、パイプ一抜群でも攻撃打てなかったんで、倒せるか怪しかったんですけど、これでもさすがに、確実に、やることができましたね。まあ、ハリボーグも多分今後、しばらく出てくることが、ないと思うんで、まあ、今回はどちらかというと結構、誤算機会になりましたね。さあ、さすがにゲキンカにね、タスキ持たせることはこのパーティーで見ると、なかなか考えがたいので、まあ、もらったんじゃないでしょうか。はい！いいね。そういや、3分から発売して2年経過したけど、2年か ?4 年ぐらいか。3年ぐらいかな。3年ぐらい経過したけど、危険化にキッズってまだ息してるんかな。某動画で、まだ、グイヤとかいうコメントでもしてるんかな。ここばかり息じゃなくて種爆弾打ちます。理由としては、鍵打ち持ってる可能性があったので、まあ持ってなかったですけど、結果として。それで突かされるんが嫌だったんで、種爆弾にしました。まあ勝てましたね。はい、ということで対戦、ありがとうございました。